テリー・ウィノグラードテリー・ウィノグラードはスタンフォード大学の計算機科学者。シュラドルーと呼ばれるシステムを用いた自然言語についての研究により人工知能の分野で知られるようになったが、後にこの研究を通じて人工知能の実現には批判的な立場を取るようになった。このシュラドルーの開発にあたってウィノグラードはコンピュータが自然言語を使うことができるようになるに、 十分な理解力をコンピュータにいかに与えればよいかという問題について検討し、シュラドリューの理解の世界を仮想的な積み木の世界に制限した。このプログラムは青い積み木を動かせのような命令を受け取って仮想的な腕を用いて要求された行動を実行でき、またどの青い積み木のことかわかりませんというように言語によって返答もできた。歴史的には シュラドループログラムはプログラマが手でコンピュータの意味的記憶を作り上げることがいかに困難であってそうしたプログラムがいかに制限されたもので脆弱なものとなるかという古典的な例として見ることができる。ウィノグラードは自然言語理解におけるシュラドルーの研究を拡張しようと試みた後人工知能研究から手を引いている。1980年代初期にはウィノグラードは 社会的責任を考えるコンピュータ専門家の会の創設者の一人となり、全国代表となった。この会は、核兵器、SDI、その他、計算機科学の分野での米国防総省による関与の増大を懸念する計算機科学者の集まりである。哲学者、フェルナンド・フローレスとの出会いの後、1990年代初期には、早期のグループウェアについての研究を行った。 彼らのアプローチは行動のための会話解析に基づくものであり、これは現象学に基づいた新しい設計思想をもたらした。一般的に言って、ウィノ・グラードの研究はソフトウェア工学よりも広い意味でのソフトウェアデザインに焦点を当てたものである。1991年にはソフトウェアデザインの教育と研究を推進するために、プロジェクト・オン・ピープル、 コンピューターズデザインを設立している。その著書、ソフトウェアの達人たちでは、この研究の一部が述べられている。ウィノ・グラードの主張は、ソフトウェアデザインは、ソフトウェア解析ともプログラミングとも区別される活動であるが、それら両者から影響を受け、さらに別の専門家のデザインの作業も取り入れるもので、なければならないというものである。1995年より、 ウィノグラードは、ウェブ検索を含む研究計画に参加していた、スタンフォード大学の博士課程の学生ラリーページの指導を引き受けている。ページは1998年にスタンフォードを休学し、グーグルの共同設立者となった。2002年には、ウィノグラードもサバティカル休暇を取って、グーグルで客員研究員として過ごしている。ここで、ウィノグラードは、 人間とコンピュータの相互関係の理論と実践の交わりについて研究した。近年は、ウィノグラードは共同作業において指キタスコンピューティングを利用することも含んだ共同コンピューティングの研究を継続し、スタンフォードで人間とコンピュータの相互関係の講義とセミナーを担当している。ありがとうございます。